こんにちは、新潟清水です。最近朝寒くなってきて、会社行くときに車のフロントガラスが凍っていることありませんか？そんなときに氷を楽に取る方法をご紹介します。はい、一つ目は氷解スプレーを作る方法をご紹介します。まず最初に普通の水だけでどれだけ氷が溶けるか試してみます。水だけではこのように氷はガラスについたままです。この状態では走ることはできません。表面を削るとこのように氷がたくさん出てきます。次に氷解スプレーを試してみましょう。これはとても簡単に作ることができるので、この時期は作って車の中に入れておくことをお勧めします。まず薬局などでエタノールの消毒液を買ってきます。それをエタノールと水2対1で薄めて混合液を作ります。たったのこれだけで完成です。これを凍ったガラスに吹きかけるだけです。するとみるみる氷が溶けていきます。ヘラで削っても全く氷が出てきません。水だけをかけたところはこのようにずっと氷が溶けずに残っています。ここで一つ注意です。フロントガラスの氷を溶かすときに時々目にするのですが、早く氷を溶かそうとお湯をガラスにかける人を見かけます。これは絶対にやめてください。ガラスとお湯の温度差で、ガラスが割れてしまう可能性があります。このように割れてしまうともう直すことはできません。2つ目の対策としてガラスにコーティングをかけるです。コーティングをかけることでガラスと氷の間に膜ができて、水などをかけなくてもヘラで削ればすぐに氷が剥がれてくれます。さらにコーティングをかけておけば雨が降ってきた時も視界をとてもクリアに保つことができます。ちなみに熱強たくいにはスカット360という商品がありまして、エンジニアスタッフの施工によりコーティングの持続力が違います。フロントガラスで約2年、リアサイドガラスで約3年、定期的なメンテナンスで効果が長続きするのですが、熱強た福井なら6ヶ月ごとの無料メンテナンス付きです。今年の冬フロントガラスの凍結で困った方はぜひお試しください。以上、ありがとうございました。